よろしいのですか、信長様。光秀様の帰還を待たず、よもや足利を攻めるなど。ふん、雑兵が、いやしくも世の耳を削るが。は、出過ぎた真似にございました。そうも、あれが止めねばこうまで乾かなんだわ。世は晴天魔王、強き者こそより制する者ぞ。名高き魔の友が来たか。ぜひ二人きりで話したいな。皆の者、すまないが彼をここまで通してやってくれ。御意、将軍様、どうかご分を。魔王か。どのような褒美を用意したものかな。うん、ようこそ魔の友よ。創生の時を満喫しているかな。よし、貴様ごときの断りにて図れるよと思うてが。世が望むは、人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創生の時。この下天、いかに巡ろうと歯ごたえ一つなし。全くもって同感だな。世も皆のうちに熱が足りぬと常々思っていたよ。物の多さたる貴様が席だ。故にその身であがない。魔の友、いなる己というものに興味はない。よならざるに。例えばここで世に敗れれば、その方は惨めな負け犬だ。しかし見事打ち勝てたなら、下天最強と言えるだろう。釘を巡らせるまでのなし、道は後者の一つのみ。その方が得れば限りなき愚天。羨ましいな、魔の友よ。三千世界のいずれにも、世を制しうるものはなし。